サンボープレクック遺跡についてお話しいたします。サンボープレクックは、プレアンコールの遺跡、クメールの人たちがラオスの南チャンパサクから南下してきて、最初フーナンの属国だったと言われてるんですが、フーナンを、本願したって言いましょうか。水新郎陸新郎っていう2つに分かれてたのを、それを1つにしたのがこの、サンボプレックイーシャナプラっていう中国の文献に出てくる、都だろうというふうに思われます。で、このサンボプレックの重要性っていうのは何かって言いますと、アンコールの遺跡、皆さん例えばアンコールワットに象徴されるような、周壁をたくさん何重にも巡らして長い参道をつけて、そしてテラスを重ねながら中央に高い塔を建てるっていう、そういうアンコールの、典型的な寺院群がございます。で、アンコールでは都市っていうものの、都市と中央寺院っていうのはなかなか難しい関係、はっきりしてないんですが、バイオンの時代になってそれが一体化したような形になるんですが、そのアンコールの時代の、アンコール指導群っていうもの、今述べましたように参道があってテラスがあって、だん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 段階型にこう中央塔が盛り上がっていくっていう、でその形式を最初に作ったのはこのサンボプレクック遺跡なわけです。仙川が蛇行しながら流れてて、そこに上陸した人たちが運河を作って参道に取り付いて、長い参道があって、そして周壁を三重に巡らして、指導群を作って、真ん中に、ヒンズーの神を祀って、寺院にして、でその奥の方に、この神宮も台地に作られてるんですが、川があって、さらにもう一つちょっと台地的に広がってるところ、2キロメートル四方、三方を、環壕と土塁によって囲んで、で一方川による、お堀のようにした、そこには多分王宮があって都市施設があったっていう、で今まだ発掘が進んでないんですが、部分的に私たちが発掘していますが、でこの役割っていうのは、こういうふうな役割っていうのは、実はクメールが作った都市、指導王宮、それは最初の原型はサンボプレクックよりもっと前の、多分6世紀7世紀頃と思われるチャンパサック、ラオスの南のワットプー遺跡に、ワットプー遺跡は10世紀11、12世紀頃のものなんですが、そこに原型が、聖なる山の麓に、奥の院を作って、それから集落に、里宮を作って、田園、その聖なる山に降った水がこう流れていって大きなバラ園を作るんですが、途中でその水田を潤して、そして都市を作り、その水が、メコン川、海、大海に流れていくっていう、そういう水の一生流れ、それが、巡行する農耕神のような形で、指導群が作られて、でこの形式が多分、クメールの人たちの作った都市寺院の原型だろうというふうに思われます。で、そこから、クメールはたまたまな、先ほど言ったフーナンとも関係してましたし、いろんなところに、部分的な、都市国家のような形のものを作っていくんですが、それが7世紀になってこのサンボールでそれを、集大成したというふうに、見ることができます。ですから、アンコール的な、その後この、7世紀から9世紀、ここでサンボプレクックがクメールの人たちの、都になっていくんですが、その後、アンコールの方に行くんですね。で、これはなぜ移っていったのか、もっと広い半島、広い、土地って言いましょうか、そういうものを求めていった、あるいは鉄を求めて、西の方へ行ったっていう、さまざまな説がございます。それはさておき、このサンボールによってアンコールを作る前の寺院群、あるいは集落群、都市群、そういうものの、原型になったのはサンボールだっていうふうに、見ることができるということです。それともう一つはですね、
このレンガ像の建物なんですが、中心主道は、まあ、四角形なんですけれど、周辺に六角主道っていうのがあって、特にそこの六角主道に多いんですが、フライングパレス、というレンガの装飾群があります。でこれはインドから来たものですが、インドにはもうすぐなくなってしまうんですが、アンコール、クメールにはこのサンボープレックの周辺、あるいはこのサンボールの時代、プレアンコールの時代、7世紀9世紀頃を中心に、まあ、部分的にちょっと離れたものもありますけれど、サンボールの人たちがそのフライングパレス、空飛ぶ宮殿、これはインドの王宮生活、さまざまな人々の生活、神々、それを立体的なその宮殿の、まあ、装飾化して、まあ、壁に作られたものなんですが、これは大変、まあ、珍しい貴重なものではないかっていうふうに、こういう立体的な表現、建物の表現っていうのは、クメール・アンコールの中ではここにしかない。で、まあ、私はこれは個人的な考えですが、このフライングパレスのここで表現しようとしたもの、この感覚、装飾感覚、あるいは建築感覚みたいなものがクメールの人たちにあって、それが、まあ、アンコールがバイオン自体に非常に帝国化した時、社会的な激変の中で、それが、バイオンの群像形として、まあ、蘇ったというふうに考えてるんですが、まあ、そういうアンコールとの関係でもそうですが、9世紀以後、中心がアンコール地方に移っていくんですが、そのサンボールは副次的な都というような役割で、まだ使われていくんです。アンコールが、まあ、全体中心が移っていくんですが、11世紀、12世紀、14世紀くらいまでの、まだ使われてた。こういうふうに、アジアの建築、アンコールだけじゃなくて、タイとかミャンマーとかって見ていきますと、新しくこう、まあ、増築していくときに、その元物を含んでいくと同時、含んでいくやり方があるんですが、それを副次的な都市で使いこなしていくというやり方もあります。で、そういう意味でサンボールはクメールの中で大変そのアンコールを生み出して、まあ、部分的なこういう空間構成だけじゃなくて、装飾的な面でも、サンボールでアンコールの時代の、まあ、原型、基礎、そういうものが作られた。そういう意味で非常に重要な、ものです。で、アンコール、まあ、じゃあアンコールの予備段階なのかっていうと、そうじゃなくて、アンコールは大変やっぱり、まあ、さまざまな国との関係、どん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 半島を広げていったってこともありますけれど、もうちょっと小さな狭い、地域国家的な中でのクメール様式っていうものの建築と装飾と都市、大変こう小さな規模の調和感といいましょうか、そういうものはアンコールにはない、森の中の都っていう、それが遺跡の中にもそのまま残されてまして、大変魅力的なものとなってます。で、ですから、アンコールの全称という意味だけじゃなくて、その時代に築かれた非常にこう自然調和的なスケールの小さなものですけれど、まあ、世界遺産としての価値が認められて、カンボジアでは第3番目の文化世界遺産として、登録されています。で、私たちはこの弱い遺跡、レンガの弱い遺跡なんですけれど、一応その弱いだけにきちっとこう、登録して、地域的な保存を図りながら、まあ、農村生活と観光と両立していくような形で、まあ、進めて、私たちの活動としても、まあ、もちろんこれはカンボジア政府がやっていくことですが、我々の研究活動としてもそれをずっと行ってきたところです。